広小路クロスタワーは愛知県名古屋市中区近2丁目にある超高層ビル。三菱地所と積水ハウスが共同で旧大和生命ビルの跡地を再開発したもので隣接する旧名古屋銀行本店ビルの保存、改修工事も同時に行われた。旧名古屋銀行本店ビルはかつて三菱、東京 UFJ 銀行貨幣資料館として 公開されていたが、この再開発に伴い移転しており、改修後は結婚式場、レストランが入るザ・コンダーハウスとしてリニューアルオープンした。クロスタワーは高さ約100メートル、地上21階、地下1階だけで、地上1、2階部分には飲食店やスパなどの商業施設が4店舗入居し、3階以上は三菱 UFJ 銀行ほか三菱 UFJ フィナンシャルグループの名古屋本部機能やグループ会社などが入居する予定のオフィスフロアとなっている。2019年1月には第26回愛知町並み建築賞を受賞した。なお、名称は広小路通りと本町通が交わる交差点に立地することに由来する。2018年6月8日、 三菱 UFJ 銀行名古屋営業部窓口終了。2018年6月11日、広小路クロスタワーに移転をオープン。旧東海銀行本店ビルは2018年8月から解体後、新ビルを2019年に着工し、2021年に完成を目指す。1926年春工。名古屋市都市景観重要建築物等に指定。ありがとうございます。